わしの愛読書。あら、いけない。どうしたの、ママ。物干し竿を拭く雑巾忘れちゃったの。一度くらい拭かなくてもいいんじゃないの？そうそう、多めに見ちゃえだぞ。ダメよ、洗濯物汚れちゃうわ。物干し竿は外の物干し台にかけっぱなしだからね。いちいち汚れを拭くのって面倒なんですよね。その面倒、すっきり解消するいい方法があるんだよ、ママ。使うのは履き古した靴下。足首から上の部分を切って物干し竿に通しておく。これを横に動かして竿を拭けば簡単に汚れが取れるのさ。いつも通したままでいいから、洗濯物を干すたびに雑巾持っていかなくても済むんですね。そう、綺麗な色の靴下を使った方が見た目も可愛くておすすめだよ。雑巾に見えないね、可愛い。へへ、ゆいちゃんのお気に入りだった靴下だもの。おしゃれなこと思いつくな、おふくろ。さすが亀の甲だぞ。年の甲でしょ。実はね、今ぞっこんの愛読書から仕入れた情報なんだよ。ほら、これさ。まあこれ、創刊したばかりで友達の間でも評判なんですよ。そうなのかい。面白そうだから買ってみたんだけどね。ママ向けの雑誌が愛読書か。まだまだ現役バリバリだね。愛読書って？大好きな本のことさ。僕はこのサッカーの本。ゆいちゃん、お姫様のお話がたくさんのご本よ。じゃあ僕は動物の図鑑。キハチノはわし知ってるぞ。全国飲み屋さんガイドなのだ。出張に備えてるんだよ。ロンパブだって飲み食い関係だろ、愛読書は。うん、世界のお料理全集だ。それに加えてもう一冊。やっぱり料理の本かい。料理は料理でも宇宙の料理だぞ。宇宙通販で注文中なのだ。まあ面白そうね。ゆいちゃんも見たい。おお、来た来た。どうもどうも、ご苦労さん。見よう、巨大宇宙イカの池作り。本物みたいに飛び出す図鑑だ。助けて。戻し方がわからんぞ。次回もお楽しみに。